めっちゃ買ってきた。暑かった。しかもなんか、今日あんこんな暑いのって感じ。昨日雨だったよねっていう。めっちゃ暑かった。もういろんなところを巡って、とりあえず髪の毛巻きしましょう。さあ、ここどっちがいいと思う？これ結構大人っぽい感じの編んであるリボンで、こっちがもうなんかラブリーキュートって感じの。今からツインテールをするんですけど、どっちがいいかな。ただいま。ラブリー推し、結構ラブリー推しが多いかも。ラブリー、じゃあラブリーにしようって。でもね、ここなの、ここぐらいなんだよな。見えんのかな。まずまあいっか、やってみます。こんにちは。よし、こんにちは皆さん。もう2ヶ月間グミしか食べれないんではないでしょうかっていうぐらいグミを買ってきた女です。
はずれもう量笑うなし。でもこれでもさ、こないださ、あ、美容室行った時すいたんよ。すいてこれよ。本当にね、笑えないぐらいのねそう、みんなはなんか知らんけど、ゆうに毛量、え、け、あの毛量さ多いとさいいなって言うけどさ、大きゃ多いでさ、ちょっとき、気になる、多すぎ。やば。後ろがギザギザ、めっちゃまっすぐ分けちゃったよ。まあいいでしょう。こんな感じで、かわいい？歩いてさ、歩いてグミ買いに行ったんですけど、めっちゃ暑くてさ、汗かいて、結局前髪が、
タンタラララララタンタンこんばんはじゃない、こんにちはじゃない、こんにちは。いいかな。この結んだところから巻くっていうのをやったことがないからめっちゃ怖いんですけど、できんのかな。こんにちは。あ、そうそうそう、チャットにも送ったんだけど、18日の第5部浴衣の部なんですけど完売しました。ありがとうございます、嬉しい。あとね、6部も浴衣なのでぜひ。嬉しい。ありがとう。どうですか？こっち側。かわいい？いい？
私ツインテールなんて今まで壁車のツインテール低めだったからさ、こんななんかスモちゃんみたいな。スモちゃん元気だよ。相変わらずアイドルが大好きで。どんなだよ。グミグミグミじゃないんだよこれで。いやアイロンが やめよう。こっちは違う。これじゃなくて、似合わねー。
えば。こんにちは。こういう感じ？固めていいかな？
マジで嫌なんだけどこれ、どうしよう。できたー。誰誰これ効果音、はい、みんなコメント欄でキュルンって言って、キュルン。ありがとう。切るんです。X に、ああそう、あの X に載せるために私は今メイクをしている。もう一回さ外出たいのにさ、マジで変な人に、なんだあれってなる。X に載せるためにメイクしたけど、インスタにも載せようかな。今日暑い。チャットとメールにももちろん載せるよ。NGT 公式にも載せて、それはちょっと無理だ。私がやってるわけじゃないから。ずっと見てて。トゥリン。シキピンシキピンシキシキシキピン。なんでこんなに興味ない。はい、それでは。
ちら買ってきたやつ、いちごぶどう味とヨーグルト青りんご味のマロモッチグミ。これダイソーの新しいグミです。これをね初めて見つけたので買ってきました。とこれはグミ、ぶどう味とマスカット味、これも100均で買いました。はい、続いてプッチョグミ。プッチョのグミの部分のみ入っておるおります。ぶどうグミとヨーグルトグミ、ソーダグミとメロンソーダグミが入っています。これこれはローソンのロカボの低糖質のグミなんだけど、これがみかんとレモンの小粒グミ、こっちがシャインマスカットと巨峰の小粒グミ。これもローソン限定のハードグミ、これめっちゃおすすめ。あのハードグミ好きな人いたよね、確かの人たちはこれを買ってください。神キング、エナジーソーダ、エナジーコーラ、エナジージンジャーエール味のめっちゃ硬いハードグミです。次、これはセブンのオリジナルブランドのシャインマスカット味のグミ丸、鉄分プラスのケアミーです。鉄分不足の方ぜひ。これロコボ飯新商品のコンビニどこでも売ってます。ハリボーが100均で売ってたので、ちっちゃいサイズだと思うけどいいかなと思って。こっちがスターミックス、これがゴールドベアです。これもダイソーの私が日向さんにおすすめした大好きなホワイトチョコといちごグミのグミチョコです。これも新商品、これはスーパーで買いました。チョコボールの箱の方のチョコバナナのグミチョコです。でこれが私がずっと食べたい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 って言ってた食べっ子動物の形のグミです。ソーダ味、これぶどう味はもう第1弾で出てたんですけど、もう食べたので第2弾も食べたいなと思って買ってきました。以上です。お腹が鳴っている、食べたすぎる。終わりました。どれぐらい買ったんだろう分かんない、ちょっと待ってくれ待ってくれ。でもこれを並べて写真撮りたいの。私とこうやって私の周りをグミで囲んで写真を撮りたくて買ってきた。こりゃ公演の時に差し入れするしかない。自分一人で食べたら本当に太っちゃうから。
これはマロイグミです。バナナミルク味。なんか結構もちもちしてる食感で、香りから味から結構バナナ。グミ好き。なんか惹かれてる気がする。ちょっとポキヤバすぎってなってる気がする。今日9000歩歩いた。えらい。それはえらい。私今日5000歩しかまだ歩いてない。わ、嬉しい。私もグミ好きだから引いてないだって嬉しい。仲間仲間。こんなに可愛くても腕相撲めっちゃ強い。ちょっとやめて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 。可愛い感じで言ってるから今。今日はね、そうバカ力。明日かな、夜の浴衣祭り。目の下をキラキラに。確かそうだったと思う。ひなさんも強かったね。アーカイブ見た。私は何でもかんでもやりすぎちゃう節があるので、ラメもつけすぎちゃいました。今絶対アンナに派手すぎって言われグミに負けないように。めっちゃ可愛いよね。キラ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 。
かわいい。盛りたい、めっちゃ盛りたい。いてイベント中、キャンペーン中ではあるけどイベントではないです。アイスのキャンペーンやってるけど、でもそんな無理して1位を目指しているわけではないんですけど、皆さん頑張ってくださってありがとうございます。ただいま1位でございます。フォロワーさん増えるかな。これをもっとさ、こう、こうして、で本当は研究生なのでカラコンダメなんですけど、音楽の日は出ますか？私は出ません。ね、先輩のね藤崎美優さんと大塚奈々美さんが NGT 代表で出演されるので見てください。写真撮ったらすぐ外せば、多分そんな変わんないと思うんだけど、配信を見てくださってる方にも こっちだけつけた。本当はダメなんだよ、わかってる、ごめんなさい。4期生の皆さんは真似をしないでください。こんな不良の、
よし。なんかヘアメイクさんのに木本姉妹はカラコンが似合う目してるって言われたらしい。アンナが言われたらしい。私は言われたことないけど、木本姉妹はカラコンが似合うらしいよ。どう？写真撮ってくれる人がいないんですけど、まず家に一人だから。あれ、ちょっと待ってて。勘弁してくれよ。勘弁してくれよ。なんかポスト投函のやつが入らなくて、荷物が大きくて入らなくてピンポンそれだったんだけどさ、まあユーナしかいないからさ、ユーが出るわけじゃん。もうこれでおかしいじゃん。どう考えても家にさいるさ、嫌だ。めっちゃ見られたんだけど、目合わせないようにさ、ありがとうございますとか言ったけどさ、めっちゃ見られたんだけど髪の毛。
わ、ツインプキだ、かわいい。それ知ってる人やん。誰？マジで。なんか。違うアプリでも撮っとくか。いろんなね、メールとかチャットとかに載せるので。お腹すいた。はい、じゃあチャットに載せまーす。やばいよ、マジ誰？やばい、お腹空いている、お腹が空いている、お腹が空いている。もつこやだ、聞かなかったことに。お腹が空いて仕方がないので、もうちょっとしたらやめる。歌う？キュルキュル系の曲。何食ってんの？こちら。初期日とはっきり言ってほしいと。いらないツインテール。それはいらないって言っちゃってるからダメなのか。最強ツインテールないのよ。残念だけども。
してみてって言葉なきゃって伝えたいの。これはすごゆうも名誉会員になりたい。日本組協会の待ってて。歌えない。だって言っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。今日お三方言わないで、私なりの可愛いをそうずっと極めてみるんです。キーパーどうでしょう。乱されてるトライなふり
かれてるのを寝る途中アイスミルクちゃん私少しのあなたでぐるぐる色が変わってゆく好きなの好きなの好き好き好きピン染まりたいのはあなただけ好きピン好きピン二人合わせてアイスラテの出来上がりわがままじゃないよいい子プリンセスでこっち見て会いに来て言えない言いたい好きなんであの子にいいねするの言えないけれど見ちゃってますもう見慣れた君の ID 名前誕生日このモデルちゃんいつフォローしたのこんな人がタイプなの私だって好きな服好きな色で暗いうちじゃなかったの Fuck you もう好きなの好きなの好き好き好き本当は振り回したいのたまらんたまらんたまらんすぎる純度も湿度も100万お姫様として扱ってよだい何してる電話して言えない言いたいけど重いのは嫌もしもし今何してるあ付き合いだもんね分かった好きって言ってくれたら切るのに俺が途中でさわらわらなんか癖草生えてるんだけど何大真面目大真面目おもろかったじゃないわバカにされる。ポキやばい。
アイドルみたいでしょ。そうなんだよ。なんか気づいたらアイドルみたいになってた。なんでもう一回歌わせようとしてんの？意味わかんないんですけど、それは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 。もう一回歌っては無理。なんでさ、同じ曲を2回も歌わせるんだ。それは屈辱だ。得意そうな人にやってもらって。気づいてる。よし、あと35人で4200人だ。嬉しいぞ。また増えてるぞ、フォロワーさんが。この調子だぞー。増えてるねー。キルン。今ので増えた。それは違うね。こんばんは。そろそろやめて。写真撮って X にあげないと。ゴールデンタイムに18時から20時ぐらいにあげないと。やっぱりね、そういうのも大事だと思わない？夜も配信するよ、もちろんね。撮ってくれる人いないからさ、どうやって撮んのって思ってんだけど私。
高すぎのようにハートの底にいたんだ。今日のグミも紹介しないとね。ずっと忘れていたよこんなエモい瞬間。スクショタイムだって。キュルルルルキュルルルル。笑っちゃう。なんかちょっと自分のさ顔を見てちょっと待って、やだやだ。マイセリフやだやだ。ビBA の部分のスクショも載せて OK。 え、いいよ全然。じゃ、やめよ。ダジョー呼びます。夜も配信します。13位コウキさんありがとうございます。12位スモモさんありがとうございます。11位ガッティさんありがとうございます。10位新潟カズさんありがとうございます。9位リヤマさんありがとうございます。8位パックさんありがとうございます。7位 N さんありがとうございます。これちょっと待って、私読める。シノノメシノノメや。6位シノノメ M さんありがとうございます。5位ハマピさんありがとうございます。4位マサ佐藤さんありがとうございます。3位ビールバラさんありがとうございます。2位トマオさんありがとうございます。1位マコイモさんありがとうございます。
今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。ではまた夜ね。バイバーイ、ごきげんよう。